では今日は水出しの作り方をご紹介します。じゃあ材料ですね、昆布が 3g ぐらいですね。で、花がつおこれは 15g で、水が今日は 1.8リットル。でよく100均とかで売ってるこういうポットですね、これちょうど 1800cc 入るので、これとあとは100均とかでよく売ってるこんな、水切りネットですか、これ便利です、はい、これで、作ります。ではカツオを入れます。これよくスーパーで売ってる花ガツオってやつを選んでいただいて、だしガツオっていうやつでも大丈夫です、はい、高級なご飯にかけるようなカツオとか細く糸切りにした飾り用のカツオではなくって、だし用のカツオを選んで買うようにしてください。で、まず昆布ですね、 3g 入れます。で花ガツオ入れましたら上を縛ります。縛ってそのまま入れます。でこれにそのままお水ですね入れます。 1800cc これ入るのでその水を満タンまで入れます。でこれで終わりですね、はい、これで大体、冷蔵庫で 2,3 日持ちます。で、あらかめ作るとこんな感じですね。もう完璧にカツオが沈んで、エキスが出た感じになりますね。で翌日になったら、カツオと昆布は抜きましょう、えぐみが出るので。で2日目3日目ぐらいまでは使えるのでそのまま使っていただいて、もう3日終わったら普通にもう冷凍していただいて、今度使いたい時に冷凍庫から出していただいて使えば無駄がないんじゃないかなと思います。